おはようございます。今日はですね、この前回ご紹介した DJI オズモ用のブラケット、 POV マウント用に僕使っているんですけども、これの工夫をしてみたよっていう動画を撮りたいと思います。この今回の元々の想定の使い方としては、DJI オズモにはこの平らな面と逆側のこのちょっと曲面の方があるんですね。向きがあるので、そのまま入れると液晶が前側に行きます。で、この問題点が2つあって、1つは自然に撮りたいのに外からはこう液晶が見えてしまうので意外と目立つっていうことで、問題点その2、それは自分からするとこういう風なマウントになるんですけど、液晶がないので操作しづらいんですね。どういう風に今撮れているのか、そもそも撮れているのかどうかが判断しにくいんです、そういうわけで TJ さんも、動画の中で紹介されてましたけども、このブラケットの向きをパーツを使って逆向きにするっていうことを僕も考えました。 GoPro のなんかアクセサリーを買った時のおまけですよね。それとか、これは先日紹介した三脚についていたものなんですけど、これを組み合わせて挿してという形にすれば至ってシンプルに解決できます。これでもいいかなと思っていて、今動画を撮り始めたら気がついちゃったんですけど、このパーツ使わなくてもこう挿します。で、通常は平らな面なのでこう挿すんですけど、これを普通に逆向きにすればいいだけでした。あんまり刺すと、よいしょ、ボタンが隠れちゃうので、適度な感じに刺してあげる。向きが逆なので、テンションがそれなりにかかるんですね。なので、途中で止めても別に不自然ではないです。このブラケットを逆にして撮ってみたよっていう動画をこれからいくつか上げてみたいと思います。では。テストテスト、音声テスト、声入ってますでしょうか。今日は1月3日だったので、長垂海岸で玉瀬競り、男の子たちが小学生だろうけど、を赤踏んで海に浜を転がしてました。初めて見たけど寒そうでした。I'm going to go to the next one.